また別れる時が来たか。次、若様と団らんできるのはいつかな。本当か？これ、身長を伸ばせる薬局なのか？これでもっとみんなを助けられるヒーローになれるぜ。やったー！ヒーローにまた一歩近づけた。ヒーローとは、小さな助力の積み重ねだ。俺、道中で宝石集めながら、いろんな人が家に帰れるよう手伝ったんだけど。ん？宝石、どこかに置いてきちまったか？これは、世間の団らんと平和を守るための最初の一歩だ。俺がヒーローになるには、まだまだ遠いな。まだ終わってない。ヒーローは、簡単に敗北を認めないんだ。今こそ勝負の時だ。ヒーローの出撃だ。注目しな。ヒーローが出るぞ。団らんの信念必ず守ってみせる。俺は団らんの信念を貫き通す満月のヒーローだ。君を助けに来た。ヒーロー剣山、困ったことがあったら俺の名前を呼んでみな。朝のランニングか？ちょっと待て、俺を放って一人で行くな。月が出てるぞ。よし、気合は十分だ。これから巡回に行くぞ。これは素晴らしいプレゼントをもらった。今後の戦闘ではこれをヒーローの紋章としよう。ありがとうな。もしこれで助けられる人がいたら譲っても大丈夫か？勝っても負けても常に上を向いているべきだ。なんで手に触った？もしかして俺に助けを求めてるのか？よっしゃ、任せろ。いきなり触ってきてどうした？疲れたなら抱っこしてあげようか。みんながいつも満月みたいに円満かつ団らんでいられることを祈ってる。うわ、君たちは一体何を言い争ってんだ。ここは俺の一発芸でみんなを。ん？話し合いしてるだけだって？すごいな、若様から凛としたヒーローの気概を感じる。さすが俺の仲間だ。